未来へつなぐアイスストーリー。今日のストーリーは鈴木明子さん。プロスケーターとして新たなスケート人生を歩んでいる鈴木明子さん。ちょっと面白いプログラムとかもやれたらいいなって。鈴木さんが歩んできたアイスストーリー。氷の上で滑ることが大好きだった少女時代、ジャンプが苦手で練習に明け暮れる毎日。そんな時、コーチからかけられた言葉が自分を見つめ直すきっかけになりました。せっかく表現や芸術のところで評価されているんだったら、いいところももっと伸ばしていかなきゃダメだよって、自分らしさをこうもっと出していこうと思えた。高校2年の時にジュニアグランプリで初優勝を飾るなど頭角を現し始めた鈴木さん。ところが大学1年の時、摂食障害を患いスケートができない日々。それでももう一度氷の上に立ちたいという思いだけは諦めませんでした。経験によって強くなれましたし、新たなスケート人生をあそこからまた歩むことになったので、私にとってはすごく人生のターニングポイントになったなと思います。苦難を乗り越えた末、2度のオリンピック出場。29歳までリンクに立ち続けました。未来のスケーターへ、鈴木さんが伝えたいメッセージ。今を大切に。ジュニアの時期って一番そのチャレンジして失敗してそこから大きくなれる時期だと思うので、怖がらずに恐れずに突き進んでほしいなと思います。トップスケーターへの道はここから始まった。未来メダリストが世界から愛知へ。メーテレ杯ジュニアグランプリ9月15日放送。